ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ葛飾より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がメルセデス AMG G63 2021年式21100キロこちらの車両になります。もう G63 といえば、はい、もうボンドのもう車両販売もカスタマイズ もうキラーコンテンツじゃないですか。そうですね、主力ですね。なので過去もう何度も動画だったりブログだったり、はい、まあ、その他 SNS なんかで、はい、まあ、いろいろご紹介させていただいたんで、はい、もう皆さん多分ご存知のところ。そうですね、はい、でしかも乗られてる方もめちゃくちゃ多いじゃないですか、うん、多いと思います。なので改めて今回紹介するまでもないと思うので、はい、今回はカスタマイズされた車両なんですね。そうですね、はい、なのでその部分をまあ中心にお届けしたいかなと思います。はい、でまず今回ベースとなっているのはスタンダードな G63 なんですけども、はい、G63 といえば最近話題にこと書かないじゃないですか。そうですね。どうですか最近。最近はやっぱり主力は変わりないですね。売れては売れてます。割と動く車、動いてますね。動きも多いのと、ただその中で結局コロナでちょっとバブルになってしまって、うん、安いものと、まあ、高いものがこう入り混ざってしまった時期から、まあ、ちょっと時間が経ってそれがよりこう、まあ、明白になってきて、お客さんも今までこう選ぶのに困ってたんですけど、よりちょっとこう分かれたこうはっきりしたことで、まあ、選びやすくなったのかなっていう。なんで私たちも仕入れやすくなりました。なるほど、ね、下手になんか高いもん買っちゃって失敗したなとか、うん、そういうちょっとこう危ない買い取りみたいのがだんだんなくなってきたので、なるほど、そういったところではお客さんも買いやすいし、私たちもあのこう高値で買いやすいっていうか、お客さんから買い取りやすくはなってますね。で僕もあの中古車情報サイト、はい、今回見てから来たんですけど、はい、あの安いものだともう2000万切ってる個体 もそうですね、もう全然数多くある、はい、で距離も割と増えてる車も、ね、多い感じ。ただやっぱり高い車は高いですね。もう3000半ばを優に超える個体もまだゴロゴロしてると、はい、でゲレンデってとにかくもういろんなバリエーションあるじゃないですか。あります。限定車だったり、ね、マヌファクトゥーは含め、はい、で結構高価格帯だとそういった限定だったり、はい、もしくはそのマットカラーでちょっとこう目を引く感じになってたりとか、はい、あといろいろパーツがついてたりとかって感じですけど、もう素の G63 であれば割と手頃な価格帯になってきてるのかな。そうですね。で今回このベースの車はなんか限定車とかでなく一番スタンダードな G63、はいということで、もうものすごくポジティブに考えるのであればさらにここから触ってもいいわけじゃないですか。そうですね、はい、ナイトパッケージも欲しいじゃないですか。そうですね、はい、まだ入ってない。じゃあその辺は葛飾店にお任せくださいということで、はい、概要なんですけども、はい、今回この見てわかるこのグリルガード含め、はい、ノーランドっていうパーツで全部構成されてる、はい、で外装に関してはほぼ全部ついてますよね。そうですね、もうほぼほぼ全部ついてます。コンプリートって感じですかね。されその辺のパーツがついてる、はい、でまず前から見ていきたいんですけども、はい、これがフロントバンパー、はい、フロントバンパーっていう名前なんですけど、はい、まあ、このグリルガードですよね。そうですね、この大型の、はい、これだいぶいかついっすね。いやいや迫力もありますしいいですよね、はい、で純正でもあるじゃないですか。あります。下側とか、はい、ただこれってまた純正と形が違うし、でしかもこのノーランドっていうメーカー作りがめちゃくちゃいいんですよ、ね、いやいいね、しっかりしてますよね、はい、この辺の各部パーツは全部これアルミの削り出し、はい、ということで物がすごいまずしっかりしてる、うん、で今回金額も一緒にご紹介しますけど、はい、金額もしっかりしてる。しっかりしてますね、はい、あの海外のメーカーなんですけど、はい、かなりこう製品作りだったりプロモーションだったりにしっかりお金をかけてる感じの高級なブランドなんですよね、はい、というわけでなんちゃってじゃなくてしっかり、はい、立て付け もうめちゃくちゃしっかりしますもんね。もういやいやいや本当にしっかりしてます、はい、こんなのがついてると、まあ、ゲレンデに似合いますよね、はい、似合いますね、合ってますね。こんな感じの前回りになっております。そして早速横に回ってってもいいでしょうか。はい。そして今回ご紹介しているこのノーランドというパーツ、はい、一周パーツが存在するんですよね。そうですね、はい、入っています。でまずこのサイドのステップ、はい、これがサイドステップじゃなくて商品名はサイドバーエキゾースト、はい、マフラーサイドステップ。そうですね、マフラーサイドステップ、その名の通りこれマフラー一体型のサイドステップなんですよ、ね、はい、マフラー一体となってますね。ここですね。なので形も全然違うっすね、純正と。もうそうですね、もうそこから全部根ごと変わってる、はい、ものになりますね。そして後ろ側は少し出っ張って、はい、なんとここから排気するような形になってる、はい、マフラー一体となってで、フロントと違ってサイドはこのアルミの削り出しプラスこれドライカーボンですよね、うん、ドライカーボンですね。
ドライカーボンのこの融合したサイドステップ、はい、でこれ中のマフラーも変わってるんですよね。はい、変わってます。で音に関してはこの後聞いてみたいんですけど、はい、なかなかの迫力サウンドということで。そうですね、またさらに、はい、迫力出てますね。そして迫力サウンドといえば、はい、間もなく後期型リリースが始まるじゃないですか、納車が、はいはい、後期型だいぶ静かになってるんですよね。そうらしいですね、はい、アフターパーツでどこまでいけるのか分かんないですけど、はい、少なくともノーマルの状態だとかなり静かになってる、はい、だそこを必要な方必要でない方、はい、なかなか分かれると思うんですけど、はい、やっぱり迫力のサウンド楽しまれるんであれば、はい、前期かなりいいんじゃないかな。いや、いいと思います。まだまだ根強い人気はこれからもあると思います、ね、ですよね、はい、でいい意味で後期型とそんなにこうスタイリング勝てないじゃないですか。そうですね、なので非常に乗りやすさもあるのかなと、うん、そしてあとは足元、はい、まあ、前後変わってますけれども、はい、今回はこちら、これはノーランドのパーツじゃないですよね。じゃないですね。ロティフォームの STL っていう20インチが装着されてる、はい、もともと63は20インチ標準ですもんね。そうですね、はい、でタイヤもホイールも両方変えてると、 SUV らしいゴツゴツのタイヤになってると、ね、はい、サイズ的にはこれ285/50/20。そしてホイールのデザイン的にはどう見ても鉄鎮なんですけど、アルミホイールなんですよね、これ。はい、アルミになってますね。ここ数年なんかアメリカとかでもこういう武骨なデザインというか、はい、なんか鉄鎮スタイルみたいなアルミホイールがなんかぼちぼちいろんなメーカーから出てるんですよね、はい、というわけでそれをいち早く採用しているこのロティフォームの STL っていうホイールが装着されてます。そして今回車高だったらいじってないんですよね。そうですね、ここはもう純正のままの車高になってます。はい、そしてあとは少し戻りますけれども、はい、もう一個ノーランドのパーツがついてて、ここ、はい、これ絶妙ですけどここも交換してあるとしてます。でこれが商品名がサイドデカール、はい、そのまんまっす、サイドデカール、はいはい、でもこれもアルミの削り出しじゃないかな、多分。そうですね、ですよね、触った質感はアルミですね。そして後で紹介しますけれども、今回のお車はなんとコンフォートキーもついている。コンフォートキーどうですか、評判は。いやいや、もう問い合わせ多いです、やっぱり。はい、かなり。でしかも高か不高か、後期型コンフォートキーが標準装備なんです。そうなんです。なのでそこでちょっと後期型っていう方も前期型もコンフォートキーつけられますので、はいはい、まあ、具体的な動きに関してはこの後見てみたいと思います、はい、続いて後ろに回ってきまして、はい、後ろもノーランドのパーツがしっかりついているということ で、ね、はい、まずこっちからいきますか。これからいきましょう、はい、このスペアタイヤカバー、こちらもノーランドのパーツになっている、はい、でこれただのカバーじゃないんですよね。そうですね、はい、なんと小物入れにこれがなってるということで、はい、ちゃんと鍵付きの、はい、ただ鍵が結構原始的な、ね、はい、江戸時代みたいな、はい、鍵ですけど、はい、でこれ開けてあげると、はい、開けられると。でこれ説明見ましたけど、はい、ちょっとしたものが置ける、そうですね、テーブルみたいに使っていただいたりとか、はい、あとさらにもう一段階、はいはい、開けられるということで、あ、ここもちゃんとロゴ入ってるんですね。はい、入ってますね。そして開けるとこんな感じで、なんかしかも鉄板でできてるんで、はい、うんうんうん、結構しっかりしたものも入れられると。そうですね、はい、作りは本当しっかりしてますね。車内に積みたくないちょっとこう汚れてるものとか、はいはい、なんかキャンプ用品とか、そうですね、入れていただいてもいいのかな、はい、これ結構アイデア商品ですよね、うんうん、いいと思います。で今回ご紹介しているこのノーランドのパーツは単品でも出ますんで、はい、まあ、これだけつけるっていうのも結構悪くないんじゃないかな、ありだと思います、ね、はいはい、そしてただ繰り返しになりますが、はい、値段の方がしっかりしていまして、はい、こちらですね、はい、金額がなんと42万6千円いたします、はい、ただこれドライですもんね。そうですね、はい、物はとしては、はいはい、納得です、ね、めちゃくちゃしっかりしてると、はいはい、こんな感じになっております、はい、さあそしてこちら、はい、こちらのラダー付きキャリア、そうですね、はい、これも同じくノーランドのパーツということで、はい、これもめちゃくちゃしっかりしてるんですよね。いや、してますね、ガタもないですしね。でこの辺のパーツ純正でもあるじゃないですか、はい、ラダーとか、あります。あれって確か中空っすよね、うん、そうです、そうです。それがこのアルミの削り出し、はい、多分この握るこのステップのところも、はい、両脇も全部アルミの削り出し、ね、なんでめちゃくちゃしっかりしてる。そしてちゃんと使えるやつなんですよね。いや、使えますね。なんちゃってじゃなくて、なんちゃってじゃないです、ちゃんと重量級の方が踏んでも大丈夫なようになって、はい、でも大丈夫です。そしてそこからつながる上のキャリア、はい、こんな感じのラダー、はい、そしてゲレンデ思うんですけど、はい、意外に荷物が積めないんですよね。あ、そうですね、で長さがないんでトランクは結構狭い、はい、でプラスアルファで、まあ、ルーフだったりに荷物使える、うんうんうん、
詰めるとなると、はい、結構こう車の使い勝手も広がる感じなんで、うん、そうですね、まあ、実用性もかなりあるからありますね。そしてそれより何より、はい、似合う。似合います。似合うよね、はい、で最近もエアロつけたりとか、はい、ローダウンしたりとか、はい、台形ホイールも全然珍しくないスタイルですけど、はい、やっぱり王道といえば、はい、この SUV、そうです、ね、オフロードな感じは外せないかなと。外せないですね、はい、今回ご紹介しているこちらのパーツ、はい、トータルでいくとこのノーランドのパーツだけで420万円で、タイヤホイールだったりとか、はい、この後ご紹介するコンフォートキーまで入れると、はい、車丸々でざっくりですけど、はい、490万円分ぐらいのパーツがついてると、はい、でしかもこれ工賃入ってないですもんね。そうですね、入ってないです、はい、だからカーセンサーでこの車を並べると、はい、多分検討圏外におそらく皆さんなるんじゃないかな、はい、距離と金額で見たら、はい、もう全然謎な高額車両になってしまってるんですけど、はい、でパーツ単体、はい、計算していただければ、はい、今回かなりお得な。そうです、かなりもう本当仕入れも考えまして、かなりお買い得な金額帯で起きました、ね、だこの年式この距離の車をこう後から仕上げようとすると、はい、全然足りない。いや全然もうですよね、はい、足りないです。なのでそれで計算していただければ、はい、割とありな車、はい、割とじゃないですね、だいぶありな、だいぶお得だと思います。だいぶありな G63 になるんじゃないかなと思います、はい、こんな感じのエクステアになっております、はい。ここで皆様に残念なお知らせございます。あの先ほどまでコンフォートキーがついてますって、はい、自信満々に紹介してたんですけど、はい、あのまだついてなかったです。これからですね、はいはい、ご納車までに取り付け、はい、つけます、まあ、それ込みで値段提示してありますよね、はい、あぶねというわけでまだついてないんですけど、はい、あのつけるとこれ交換ですもんね。そうですね、でちょっとここにセンサーというか、はい、へこみがつくこのグリップになるんで、はい、そうするとつけられると、はい、すいませんこれからでした、はいはい、そして内装の方見ていただきたいんですけれども、はい、キーがあれですよね。そうですね、はい、キーも一応ノーランド製のカスタムされキーカバー、キーカバー、これなんかあの見たら、はい、中のそのキーレスの基板というかメカニズムを取り出して、はい、そのケースに入れ直してると入れてます。でしかもちゃんと使えるんですもんね、キーレス。使えます、はい、だこれ結構アイデア商品だなっていう、はい、かっこいいですよね。で車のキャラクターにすごく合ってる、はい、合ってますね、うん、そして内装はこんな感じで、はい、あの内装もゲレンデこうめちゃくちゃいろんなバリエーションあるじゃないですか。はい、あります。で今回はもう本当にスタンダードっていう感じなんで、はい、この黒一色の内装、そしてもう G6 さんだともう装備めちゃくちゃいいですもんね。そうですね、もうブルメッサーだったりも全部標準ですし、はいはい、まあ、AMG のラッパーレザーのステアリングだったりシートだったりも全部標準になってくると、はい、ありがたいことにやっぱりこう触る機会も僕ら多いじゃないですか。はい、でもちろんそのスタンダードな AMG じゃない400とか350とかと何が一番違うのっていうとやっぱり内装の質感。そうですね、圧倒的っすよね。はい、いいですね。で特にダッシュボードとシート、はい、これやっぱり G6 さんの特別感あ出てますね。すべすべのこのダッシュとシートだいぶ違いますよね、はいはい、でまあ細かい機能だったりに関しては、はい、もうこれ説明するまでもないと思いますので省略しますけれども、はい、こんな感じのでプラスアルファで今回カーボンのインテリアも少し足してあるということで、はい、純正にないこういったカーボンパーツも少し追加されております。はい、続いて背景音だけ聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい、もうこの実家に帰ってきたような安心感安心感、もちろん所有はしてないですけど、はい、あの改装だったりとかいろいろ乗らせていただく機会、まあ、商品車でも多いですし、はい、もう本当にめちゃくちゃ触ってる、多分ナンバーワンじゃないかな。そうですね、それぐらいですよね。もう本当に S クラスとあの G クラスはもう本当に触らせていただく機会が多いんでありがたい限りです。そしてですね、今回はショートバージョンでお届けしてますので試乗もショートでサクサクっと走って、はいはい、でちょっとエンジンの紹介抜けてましたけど今更紹介するところもないと思うんですけど一応念のため、はい、一応エンジンの方が M177 ですよ、はい、名機、はい、3982cc V8 ツインターボ、はい、馬力の方が585馬力、はい、86.7 キロ、
はい、そしてミッションの方が急速オートマン、うん、AMG スピードシフトプラスですよね。これあの AMG に限らず最近の欧州車 の、 あの V8、はい、ってこうバンクの間にこうタービン、うんうん、まあ、BM なんかもそうですけど、はい、あれってなんかフェラーリがなんか80年代に F1 で一番最初にやった技術らしいですね。で普通ってこう外側にタービンだから、はいはいはい、V の外にこうタービンだから、うん、エンジンが大きくなっちゃうのをこう内側にタービン持っていくことによってそのコンパクトになる、はい、でなんか重心も下がってでなんかその応答速度も速くなるみたいなっていうどうでもいい話です。はい、行きましょう、はい、音いいよやっぱり。そうですね、室内でも分かりますね。めちゃくちゃ音いい、 V8 らしいサウンドが。だって最近もだって AMG もだって V8 積んでるモデルが本当に減っちゃいましたからね。そして今回はじゃあこのタイヤホイールのレビュー、はい、でおそらくなんですけどタイヤもあのゴツゴツのタイヤだし、うんうんうん、全体的には足回り少し重くなってるんじゃないかなっていう、はい、うん、そうです、ね、気がします、はい、でこの辺に関しては本当に感じ方個人差が大きいと思うんで、うんうんうん、あとねゴツゴツタイヤって、はい、あのサイズと銘柄って全然そのロードノイズと乗り心地が違う。違いますね。そうですね。だ中にはさ輸入のやつでもごっつごつのやつだとさ、うんうん、あれちょっとヘリ飛んでましたっけっていう。バタバタ言ってあるよね。え嘘でしょみたいな。あと雨の日も違いますからね。あそうねそうね。全然違います。だ本当に街乗りでこれだと、まあ、本当に何だろうなスタイリング重視っていう感じで。うんうん、なってると思うんですけれども、まあ、そういう遊びができるのもいいとこかなっていう、うん、もうメルセデスの歴史のある車ですから、はい、と思って今日いろいろ調べたら、はい、そういえば G クラスってメルセデスじゃないんですよね。あそうですね、もともとあのオーストリア の、はい、のプフっていう車がベース、はいはいはい、なんかイランの王様が作れって言ったんでしょっけ、なんかそんな話聞いたんですけど。どうだろう、なんか NATO 軍かなんかで使うので一番最初作ったんだよね、ゲレンデって、はい、そうだからメルセデスの本流ではないのかもしれないけど、けど S と G クラスってやっぱり特別な気がする、はい、でありがたいことにそのメルセデスミュージアムも行かせていただきましたけど、はいはい、あのね G クラスって特設コーナーがあるぐらい、そうメインのその展示とかちょっと隔離されてるんだけど、うんうん、特設コーナーでゲレンデだけが展示されてるブースがある、うん、そう。でそれぐらいメルセデスの中でもこう特別視されてる車、はい、だってそのマグナシタイヤがあるそのオーストリアはあれだもんね、はい、なん G クラスのエクスペリエンスセンターあるんだよ、知ってる、知らないです、そう一回行ってみたいんだよねそこ、そこでなんか G クラス借りて、はい、そんななんか結構水深があるところこう走ったりとかオフロード走ったりとか、本当のだから G クラスの性能がその試すことができるみたいな、いろいろ展示してあってみたいな、もしかしたら見てくださってる中で行ったことあるよなんて方もしかしたらいらっしゃるかもしれないです。そうですね、感想をコメントください。はい、それ読んでその熱意で行きたいですって社長に言うんで、はい、そして走り出すとちょっと話は戻りますけど、はい、あ結構ゴツゴツ感感じる、はい、いや全然乗れます。で少しやっぱり足元どうだろうな、オフロードな感じはするっす。タイヤホイールだったらいくらでも変えられるじゃないですか、うん、そうですね、だ購入後変えていただくのは全然いいんじゃないかなっていう、はい、でまあ使い方によってはこれを例えばスタッドレス用にしてもいいと思うし、うんうんうん、いいと思います、まあ、あとはもう本当に無限にパーツがあるんで、まあ、1回用にでもできる。で今回あの必要なものドラレコがついてないのかな、これは。そうですね、レーダーはついてる感じ、ね、だと定番なのはあのミラーリングしたりとか、はいはい、その辺もできちゃう。すごいよね、だって軍用車スタートなのにさ、サラウンドビューとかももう当たり前についてるんだよね。そうですね、でここショートカットなんだよね、はい、意外とあの鍵長押しも知らない方多かったですね。あそうねそうね、はい、窓閉めたりね。今となっては、はい、なんかちょっとこう不自由を楽しむ時代じゃない、うん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 、そうですね、だってもうなんか全然快適な車とかさ、燃費いい車とかってさ、はい、もういくらでもあるじゃん。いっぱいあります、うん、だ言ったらもうどんどん個性が薄れてる中、うん、そうですね、こんなに癖強い車ないよ。新型がまたその個性が
そうね、なんかおとなしくなっちゃう。そう、乗ってみてないからわからないけど、いろんなレビューとかその見る限りだと、うん、あれこれちょっとまたもう一段階癖弱めになってんじゃねってちょっと思ってしまいました。だから車の進化としてはすごいらしいけどね、やっぱり。まあそうですね、もう ISG がついてもクランキングの音もしないし、燃費も伸びてるし、あとこの辺が結構大きくモール類が変わったりして風切り音も全然しなくなってるっていう。そう、あとなんか足回りとかも全然やり直してるって言ったかな。そう、あとすごいと思うのはこの車体でこの作りでさ、はい、あのすごい直進安定性あんのよね。そうですね、そう、だから本当に先代のゲレンデオーナーの方とか好きな方に言わせたら、いや何言ってんですかって感じかもしれないけど、なんか僕ぐらいだったらあのこの方の 463A、はい、日常使いもできて、はい、こうらしさも残ってて、はい、あとはみんなちょっともうちょっといじってほしいな。そうですね、うん、タイヤホイールでも、うん、なんで、ね、でもロティで1本10万で結構手軽ですよね。そうね、タイヤ込み10万円だったらまあ、うん、そうだからゲレンデって本当にその超高級なパーツもあるし、はい、あの結構手頃な価格帯の、うんうんうん、そう冬用タイヤとか、はい、いろいろあるで、まあ、意外に触りやすいかなっていう、うんうん、ドリンクのホルダーとかもそうですね。あ、そうね、そう、 そういうパーツもだって S クラス絶対ないよそういうの。確かにすいません、 S クラスでちょっとあのリーズナブルなパーツお願いしますってないよ多分、はい、確かに、まあ、なくはないんだろうけど、うん、で本当にドレスアップしてもいいし、はい、オフロードで本気で走ってもいいし、うん、そうでね、この G クラス今回撮るんで思い出したけど、はい、あの1回あの G63 乗ってる方と、はい、あの本格的なそのオフロードコースの走行に行かせてもらったことあるんですよ、はいはい。で僕らはそのラングラー、はい、あのまあ、商品車と社員の車等で行ったんですよ。その G63 乗ってる方は本当に G63 でオフロード走っててそう、本当にこういう輪立ちとかすごい斜面とか G63 登ってて、で結構行けるんですよね。でガチ勢の人から言わせると、はい、やっぱりそこは言えられない、ランクルとか、うんうん、ラングラーの方が全然強いでしょみたいな、うん、あの辺スタビがこう切り離せたりするんで、そう足が伸びますもんね。そう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 、あるけど、うん、この力技でさ、うん、すごい、その動画多分残ってると思うんで、ね、興味のある方ぜひ見ていただきたいんですけど、はい、その人すごいよ本当に、あの G63 本気出してサイドステップぶっ壊してる、はい、そうですよね、そう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 それをね、だって V8 積んでこの豪華内装で、うん、あそこを走れる車って、そうです、確かにもう別だなと思って、うん、ラングラーとかさ、ランクルとかと、うん、ジムニーとかと、このラグジュアリー内装ないじゃんだって、うん、そう、このパワーと、まあ、もちろんその LX とかちょっと近いかもしれないけど、うん、ただだってこんな V8 のドロドロサウンドしないし、そしてあともう一個いいと思うのは、はい、ブレーキがめっちゃ効くのやっぱり、そう、それもうゲレンデに限らずドイツ車のいいところ、うん、そうですね、で特に AMG とかってみんなこのデカブレーキついてるじゃん、うんうん、これに乗り慣れるとアメ車とか、うん、まあ、アメ車も最近その役付きの車ってでっかいブレンボついてたりするけど、うんうんうん、他の国の車に乗って一番びっくりするのがそのブレーキのタッチの違いじゃない、うん、そうですね、で僕らも時々あの国産車触らせていただくじゃないですか、うんうん、あブレーキ結構違うなってやっぱり思うんですよね、うん、乗るたんびに、だから G63 乗ってからランクルとか乗ると、うん、あーってまあもちろん踏み込んでめば止まるのはもちろん間違いないんですけど、なんかその初期制動が全然違うというか、そうですね、その制動するアプローチが全然違うというか、うん、乗ると止まんねえとか思いますもん、カットでいやでもね、それは本当にドイツのあのアウトバーンとかその車の使い方事情があると思う。そうですね、だってこの何で200キロ以上ですっ飛んでくんだよ、うんうんうん、ドイツ出張行った時だってレンタカーで200キロぐらいで走ってんのに、うん、G6 さんにぐんぐん離されたからそんな走りができる車ないでしょ確かにあれはびっくりした、多分リミッターだから240キロだから250キロ出してたんじゃないかな、うん、あいいね、メインカーでもいいし、うんうん、なんかこう
もう少しこうスポーツカーとかスーパーカーとかのもう一台としてもすごい優秀だ、うん、あとよく言われるそのトランクがちょっと狭かったり使い勝手悪い問題、はいはい、それもいろんなパーツ出てますからね。そうですね、2段にするやつとか、はい、引き出しつけるやつとか、うん、その辺うまく使っていただければ、だゲレンデいいんだけどここがなっていう人はもうぜひ葛飾店に相談してもらった方がいいですよね、はい、大抵の問題はクリアできるんですよね。できますね、はい、まあ、物理的なその G6 さん燃費がとかって言われちゃうともあれだけど、うん、使い勝手、そう使い勝手で、いやこれちょっと携帯が繋がんないんだけどとか、うん、そうあのとこハンドアになっちゃうんだけどとか、うん、そう荷物が積みづらいんだけどとか、うん、そういうのはもう全然解決できるんで、できます。そして、まあ、今回はこの車の紹介ですけど、はい、もう今お乗りの方、はい、これからまあ、できればうちで買ってもらいたいですけど、他店で G6 さん購入される方ディーラー様で購入される方、はい、もうぜひ後からの作業も全然活用型にできますよ、ね、はい、できます。ぜひご気軽にお問い合わせください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いや今回全然乗ってないけどめちゃくちゃいいな、やっぱり G6 さんじゃあ最後になりますけども、はい、やっぱりゲレンデはまあ間違いないですね。もう間違いないですね、うん、そして間もなく後期控えてますけど、はい、まだ乗ってないんで何とも言えないですけど、うんうん、多分癖強めなのはやっぱりこっちじゃないかな。そうです、はい、というわけで今回はかなりお買い得な車両になっていると思いますので、はい、ぜひカーセンサーだけじゃなく、はいはい、動画を見ていただいて車の詳細確認していただいてお問い合わせいただけるといいんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回はメルセデス AMG G63 をご紹介させていただきました、はい、車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。